8人森谷美穂です。今日って自分で行けてるというか、いや、なんか、はい、本当にお遊戯会的な感じです、はい、まさかお遊戯会以来とかじゃないですよね。じゃないですけど、はい、あの先輩の結婚式なので、はい、そういう結構バチシャンな好きですか、京都の方は。なんか、はい、違う人になった感じがします。ってことは癖になりそうな感じですか。いや、それでもないですね、はい、明日からはまた普通の、はい、普通に戻ります。おしゃれ的なものって結構気になったりするんですか、こだわりっていうか。まあ、特にないです。この化粧品とかも特に。あ、はい、何でも大丈夫です。服のこう決めるっていうか、普段の服装的な。最近はちょっと大人っぽい感じを目指してます、はい、例えばっていうのあります。例えばこんな大人っぽいとか。OL 的な OL さんいいですね。OL さんってあのあれじゃないですよ、スーツ的なもんですよ。そういう感じじゃなくて、なんか、はい、ドラマに出てきそうな OL さん風で。ってことはスカート。そうですね、はい、あの最近やってるテレビの菅野美穂さんとか、はい、そっち系な服装がいいですね。まあ年も年でも24になるので、はい、そのちょっと大人っぽい系を目指そうかと。あ、目指そうかと、はい、ファンの人に言われたりとか、そういうことは。あ、ないですけど、ちょっとカジュアルな感じを着ると幼く見られるので、はい、服装から大人っぽく。確かに見られるかもしれないですね、はい、失礼かもしれないですけど、はい、そう、女性とか言われたりするんですか。そうですね、最近はだいぶ減りましたけど、はいはい、今日ってでもファンの人もこうたっぷり入っているじゃないですか、はい、また違う印象を持たれると思うんですけど。そうですね、はい、緊張します、普段のレースと違ってというか。そうですね、人前に出ることがすごく苦手なので、はい、あんまり、どっちがいいとかあります。レースの緊張と。レースの方が断然いいですね。どうしてですか。なんかいつもと違う格好もしてるし、はい、なんかこっぱずかしい感じですでもね、それを気に入ってまたファンの人がまたこうまたあなたに興味を持つ。ああ、そうですね、興味持っていただけたら嬉しいです。今回もまたこのやつでありますけど、はい、ファンの人って新たにファンになる人もいると思うんですけど、そういう人たちロートレースってまたロートレースの魅力というか、エンジン音が大きいし、はい、スピード感、なんて言えばいいんですかね、なんか迫力があるので、はい、ぜひあの水面際で観戦していただきたいと思います。皆さんを見たくて行ってもいいんですかね。皆さんを応援していただけたら一番嬉しいです。